2018年3月7日5時1分特集、中島翔也ハリルジャパンアベス戦の後半、攻め込むポルティモネンセの中島イコールアベス、共同、広し。対、ポルトガルリーグ、5日イコール日本時間6日、アベス、ポルティモネンセの MF 中島翔也、23、は、敵地でのアベス戦にフル出場した。試合は 0-3 で敗れた。日本代表のハリルホジッチ監督が今月の欧州遠征への招集を示唆し、注目度が高まっている中島は後半11分、右クロスがこぼれたところを抜け目なくシュート。奥もポストを叩いたが、狙い通りに脅威を与えた。それ、代表入り、は自分が決めることではない。まずはここでいいプレーを続け、より成長できるように心がけたい。この日は下位チーム相手に痛い黒星を喫し、とても悔しい、と肩を落とした。今、あなたにおすすめ。